皆さんこんにちは。こんばんは。ミッキーでございます。イェイイェイ。今回はね、フィアーストリートパート2、レビューしたいと思います。いやー、前回ね、レビューした時ね、これは90年代ホラーのオマージュで、次は78年からスラッシャー映画だよって言い切って、そうじゃなかったらどうしようどうしようってこうね、ドキドキしながら見てたんですけど、見事なスラッシャー映画になってましてね、さすが俺様、さすが俺様誰でもわかるっちゅうにねいやー、パート1に比べるとね、かなりスプラッタシーンの要素がね、増えてね、体がね、バラバラになるような表現はないんだけど、かなりね、ぶっ込んでましたね。もうズッバズバぶっ込んでましたね。でね、やっぱちょっとね、ティーンエイジャー向けのね、エンタメホラーをやっぱり、まあ作りたかったんやと思うんですけどもね。まあ、かなりね、スプラッターやねんけど、一線は越えてないこうエンタメラインっていうかね。まあ、R15 ぐらいでやめとこうかと、いうノリなんですけども。まあね、グローをね、あんまり期待しすぎるとね、ちょっと残念かなと思うんですけど、かなりね、なんかよくできた脚本でね、すごい、パート1に引き続いてね、密度が高い会話やし、で、やっぱりテンポがね、よくスイ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 進むんでね、ついね、こう、引き込まれてしまうんですよね。ずるずるっと見てしまうんですよね。前の時はね、ちょっとこう、人に勧めていいか悪いか考えたんですけど、まあ今回はね、非常に良かったんで、もう、見て損はないレベルまで行ってます。はい。それでも見て損はないレベルかよっていう話なんだけど、多分ね、次が1666年。666ですよ。パート1はね、不思議が怖いパートやったんですけどね。で、パート2はね、スラッシャー、殺人鬼が怖いホラーやったんですけど、多分パート3はね、人間が怖い、仲間意識が怖いホラーになるんちゃうかなと、すごい楽しみにしてるんですよね。まあ予告をね、見る限り多分そういう映画になると思うんですけどね。まあ結局パート1からパート2、パート3と、だん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 その魔女のね、存在が深掘りされていって、で、衝撃の、なんていうかね、魔女のその一番えげつない話に、クライマックスが持っていかれるんじゃないかなと、すごい期待してます。よかった、面白くて。でね、まあ、ティーン向けを多分意識してるんで、すごいね、この、友達との友情とかね、兄弟の絆とかね、そういう部分もね、大事にしてるんでね、こう、ホラーでありながらね、ちょっとうるうるっと来るようなね、お前ってやつはっていう、こう、展開もね、ちょっとだけあるんでね、この辺はちょっと美味しいかもしれませんね。まあ、非常にね、エンタメホラーの、ね、その枠の中では、傑作に入るんじゃないかなと期待してます。で、78年のね、まあ今回、BGM なんですけど、ぶっちゃけね、私は昭和44年なんでね、78年って言ったら、ぼや。9歳なんでね。で、洋楽ロックに目覚めるのがね、あれなんですよ。イーグルスのね、ホテルカリフォルニアなんですよね。それまではね、おばさんがね、まあまあ洋楽好きなんですけど、一応有名なローリングストーンズとかね、ビートルズとか、
あとウエストコーストが出てきてたんですね、うちのおばさんね。J.D. サウザーとかね。まあ、その流れでね、イーグルス聴き始めたんですけど、ですんでね、その時代のね、リアルにヒットしとった曲っていうのがね、ちょっとわからないんでね、劇中で使われたわかったんがね、ランナーウェイズのチェ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 リーボームだけなんですよね。あとはね、あ、これもしかして、あれかな、ブルーオイスターカルトかな、とかね、これってあれかな、って、なんか聞いたことあるけど、ベルベットアンダーグラウンドやったんちゃうかな、ぐらいでね、曲名まではね、前の94年と違ってね、曲名まではね、ちょっとはっきりね、わかるぐらい、ちょっと馴染みのある曲はね、なかったんですけども、一曲だけね、なかなかね、なんていうか、憎い、演出があってね、もうオープニング、とりあえずね、まあ前の話の続きやから、まあ94年の話から入ってね、で、まあそっからね、時飛ばしってやってね、まあヒカルさんじゃないですけど、78年の話に行くんですけどね。で、そのね、現代のその時代でかかった曲はね、ニルバーナがね、カバーした曲で地球を撃った男っていう曲なんですよね。あ、これあれやわ、と思って、デビッド・ボーイの曲やから、まあ、また、78年でもう、デビッド・ボーイ版がかかるんやろな、と思ったら、もう案の定ね、やっぱり。まあ、これはもう誰でもわかりますよね。ニルバーナが、デビッド・ボーイの曲をカバーしてるっていうのだけ知っとったらね、誰でもちょっと想像つくんでね。あ、もしね、ニルバーナとか、デビッド・ボーイ知らなかったらね。それだけね、知ってると、ちょっとだけね、ふふってできるかなと思います。で、地球を撃った男はね、デビッド・ボーイはジギーって言われてましてね。まあ、ドラマの中にもね、ジギーと、あとニルバーナのボーカルカートって言うんですけどね。で、カート君もね、劇中にいるんで。まあ原作者の方は多分、ロック好きなんでしょうね。多分ね。このアルバムね、カート・コバーンがね、影響を受けたアルバム10選とか言って、たまにあるでしょ？ミュージシャンにね、自分の好きなアルバム選んでっていう。その中にね、デビッド・ボーイの地球を撃った男っていうのを入っててね。で、あのアルバムはね、まあそのカートに言わせると、ギターを弾く人は必ず聴かないといけないアルバムなぐらい言うとったんでね。で、私はね、何回も練習したんですけど、ギター弾けなくてね。デビッド・ボーイは好きなんですけどね、このアルバムも好きなんですけども。ですんで、まあギタリストのね、ちょっと知識のある人が聴くとね、かなりいいアルバムかもしれませんね。すいません。で、ちなみにね、そのギター、この当時、デビッド・ボーイと、その初期のアルバムね、やってたのが、ミック・ロンソンっていうギタリストでね。で、この人はね、世界一、控えめな天才って言われてね。すっごいね、いいフレーズとかリフね、いっぱい弾くんだけど、もう全部ね、手柄をね、デビッド・ボーイにあげちゃってるっていうね。特にそんなに、自己主張とかしないんですけどもね。まあ、デビッド・ボーイとね、まあ、何枚か作って、で、ソロとかね、他の人の作品でもね、非常にね、いいフレーズ弾いてますんでね。ミック・ロンソンですね。ミック・ロンソン。多分ね、世界、何大ギタリストのうちの一人になると思うんでね。で、昔だったらね、この、音楽聴こうもんだら、CD かレコードかテープかね、買いに行かないとあかんかったですけど、今はもうね、Spotify でサクッとね、調べてもらったら、
サクッと聞けるんでね。一回ね、ちょっとお試しください。ちなみにカタカナでね、ミック・ロンソンで検索するとね、なんかミック・ロンソンって歌が出てくるんでね。アルファベットでね、ミック・ロンソンって入力してください。で、デビッド・ボーイは、地球を撃ったとこ、出てきますんでね。はい。そうやね。そうやね。音楽ネタもそれぐらいね。やっぱ78年は私にはちょっと、リアルタイムじゃなかったですけどね。でね、その Spotify で、フィアーストリートって検索したら、出てくるんですよ。この、劇中で作られた曲がね。で、それ、まあ、調べたんですけど、これもしかしたらね、映画に関係してるミュージシャンをなんかチョイスしてるんじゃないかなと思うんだよね。例えば94年、ナインチネイルズから入るんですけどね。もうナインチネイルズじゃもうトレントネイドナーでもうサントラやってますしね。で、まあ、レディオヒットのクリープなんでね。トム・ヨークなんかもうサントラやってますからね。ですので、ちょっとね、もしかしたら、サントラの曲もね、規則性があるかもしれないですけどね。ランナーウェイズもあれも、あれですもんね。映画になってますもんね。ラストのね、1666年に繋がるんですけどね。そこでね、1666年のサントラってどないすんねやろうって思うとね、まあ、すごいオリジナルスコアになるでしょうけどね。まあ、クラシックで攻めるのか、何か、どういう曲でね、行くのかっていうのはちょっとね、非常に楽しみなんですけどね。怖いな。人間が怖い、ホラーが一番怖いっすね、私。ねえ。まあ人によるんですけどね、お化けが怖い人と、エイリアンが怖い人とね、人間が怖い人。まあですんでね、またね、パート3見たと、ちょっと報告しますけど、パート2見た時点では、とりあえず見て損はないですよと、言い切れますんで。まあできたらやっぱりね、ワン、ツー、スリー揃ってから見た方が美味しいかもしれませんね。私も悩んだんですけどね、バラバラのミントは一気に見た方がいいかなと思ったんですけどね。そういうことです。じゃあまたね、パート3見たらレビューしますんで、よろしくお願いします。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしかったら評価と登録ね、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。